could be good for me lately I。さあ始まりました。本日は XRP リップルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども2月8日午前9時11分 YouTube 録画しております。はい、本日ですねビットコイン、それからイーサ、BNB、 その後 XRP という順番でちょっとチェックしていきたいと思いますので最後までご視聴いただければと思います。それではまずビットコインですね、こちらの日足から見ていきたいと思います。はい、現在ですけれども、こちらの方もですね、しっかり上がってきていまして、なんと504万円までね、値段が回復してきております。非常に強い状況でありまして、現在ですね、1月の26日ぐらいから、1週間ぐらいですね、ちょっといい感じになってきていてですね、1月の22日の価格を上回って推移しているような状況です。1週間のチャートを見ていきましょう。こういう形でですね、右肩上がりでスルスルと上がってきております。非常にまだまだね、上がっていきそうな感じもしてますけども、ちょっとね、急上昇ということもありまして、ちょっとこの辺では少しね、利確も当然入ってくるんじゃないかなと思いますので、ちょっとその辺はね、皆様の投資観によりますけども、1月の20日過ぎぐらいからですね、すでに120万円ぐらい、今上昇しておりますので、まあ、この辺で買えた方は少しディグーというのもね、考えてもいいのかもしれませんね。はい、イーサですね。こちらの方も堅実であります。もう35万円を超えてですね、36万円になっております。こちらもちょっと日足から行ってみたいと思いますけども、こちらもまあビットコインと同様ですね、1月の大体22日ぐらいからちょっと上がり始めまして、まあ、25日ぐらいですかね、その辺から上がりまして、今現在なんですけども、その時が大体26万円前後ですから、まあ、10万円ぐらい上がったという形になるかと思います。結構な上昇率ですよね。まあ、ですので、こちらの方も少し利確もね、してもいいかなというところで、まあ、一旦は今38万7千円ですかね。この辺をちょっと目指す動きを想定しています。BNB ですね、バイナンスコインなんですけど、こちらの方も堅実であります。430ドル上回っているような状況でありまして、2.7% 上昇しております。はい、こちらの方はですね、ちょっとチャートの形が少しビットコインとかに比べると、ちょっと利食いがね、出ているような状況が鮮明かなとは思っています。まあ、いずれにしてもですね、500ドルぐらいにはまた戻れるタイミングはあるのかなというふうには考えておりますので、まあ、しっかり値段が元の形に戻ってきたのかなというふうに考えています。まあ、いい形、まあ、悪くはないですね。ちょっとまあビットコインに比べるとということなんで、非常に今日もいいと思います。それから今日ね、まあ図抜けていいなというところなんですが、この緑の濃い XRP、 こちらちょっとチャート分析していきますね。はい、お待たせしました。こちらが XRP リップの本日のチャートになります。現在ですけども94円ということで素晴らしい状況ですね。こちらの方がだいたい約 21% ぐらい上がっております。昨日ぐらいから同意づきまして、値段が一気にですね、こちらの方なんですが、こちらも先ほどのね、ビットコインたちと比べるとですね、1月の大体25日ぐらい、なんと64円ですから、そこから見たら30円ぐらい急上昇ということで、まあ、とにかく昨日ぐらいから今日にかけてすごい買いが入ってきてるなというところです。一応 95.7 円ぐらいで少し下にね、戻されているんですが、まあ、ちょっとこの95円ですね、またトライできるかなというところを想定しております。正確的に言うと 96.2 ぐらいですかね。この辺また超えてこれれば100円は回復できるかもしれません。ただちょっとね、あまりにもやはり急に上がってきたというところなんで、まあ、ちょっと利食いをこなしていきながらですね、いずれは122円というところをまず奪還できるかなというところが一つ焦点かなと個人的には考えております。では指数ですね、MACD、それから RSI の順番でチェックしていきましょう。まず RSI なんですけども、こちらですね、急上昇ということで、この上がり始めたところからちょうど上抜けしてきたような形で、さらに一回ですね、直近下回りかけたんですけれども、そこからまた上昇しているという形で、こう二段上昇みたいな感じになっていますね。素晴らしい上昇だと思います。出来高も順調にね、入ってきてますし、まあ、左の方から見ていくと、あまりにもこの同じ仮想通貨とは思えないぐらい、出来高が激変ですね。激変じゃないですね。激変しているのが、垣間見えるのかなというところですね。
それから RSI なんですけども、こちらもね、今80ぐらいということで、まあ、ちょっとこう高く見えるかもしれませんので、まあ、ちょっとこの辺は注意しておくべきなのかなっていうふうにも、ポイントちょっと押さえておいていただけるとよろしいのではないかなと考えております。ただしですね、ちょっと面白い指標が出てくるので、ちょっと見ていただきたいと思うんですが、これですね、1年ぐらいのこう RSI じゃ見てみましょうということで、今変えていきますと、まだこの辺ですとね、40ちょっと上回ったところなんで、まあ、この月日によってね、指数変わってもちろん来るんですが、まあ、リップルっていうのは本当以前からありましたし、まあ、特に以前は400円ぐらいまで上がってた仮想通貨なんでね、ちょっとこのから見るとまた面白い状況が見て取れるので、どこを判断するかがちょっと難しいところなんですけども、今ここを見るとですね、 RSI も5年で見ると全然低いんですよね。なのでまだまだそんなに売り圧はないのかなというふうに考えています。はい、今日はですね、ビットコイン、それからイーサ、XRP なども全部堅調なんですけども、まあ、ちょっとさすがにね、利食いが入ってくるタイミングとも見れるかもしれませんので、ちょっとその辺はね、ご参考までということで、非常にここから面白い動きになるのかなというところで考えてはいるんですけども、やはり問題は SEC の問題だったり、まだまだね、予断を許さない状況っていうのはあんまり変わってないように思いますので、まあ、データ上はかなりね、出来高などは変わってますが、ちょっとその辺がありますので、どこまでね、この上昇が続いていくかというのを冷静に見るね、一面も必要かなと思いますので、まあ、60円ぐらいで買えたリップルをお持ちの方はですね、少しリグっておいてもいいのかなというふうに考えます。まあ、ビットコイン、イーサが今、堅調の間はですね、他のアルトコインもしっかり上がっていくとは思うんですけども、いつ相場というのは急変するかもしれませんので、まあ、その時にまたね、今ぐらいに売っておいておければですね、60円とかまた70円とか、まあ、80円ぐらいかもしれないですけども、その時にまたね、枚数を増やすという形で対応できるんじゃないかなと思うんですけども、ここからまた急落してしまって、自分が買ってきたぐらいの値段になってしまった時には、まあ、利確というのはちょっと選択肢として外れてきてしまいますので、まあ、今選択肢、利確が選べるんであれば、少しはやはりね、まあ、全部じゃなくて全然いいと思いますけども、まあ、強い間はですね、まあ、強い間は全部じゃなくていいんですが、まあ、10%、20%、30%、50%ぐらいとか、まあ、ちょっとその辺は皆様の懐事情にもよると思いますし、まあ、相場感にもよると思いますので、一概には言えないんですけども、いずれにしても60円ぐらいでなかなか買えないですから、その辺で買えて、しっかり今、利確ができるようなものをお持ちの方は、少しね、利確しておいてもいいんじゃないかなというふうに考えております。まあ、RSI など、それからいろいろ見ていくとですね、まあ、売りのようにも見えますし、買いのようにも見えるところがそれぞれありましたので、まあ、ちょっとこう売りか買いかね、まあ、半分半分ぐらいに分かれてくるような状況とも言えるかもしれませんので、まあ、今ちょっと買い目線が強いと思うんですが、ちょっと冷静に対応していくといいんじゃないかなと思います。100円というのはやはり意識されていくと思います。まあ、本来のポテンシャルであれば200円、400円とね、こう回復してくると思えるんですけども、まあ、今相場がちょっとね、そこまでいい状況かっていうのが確認できてないんですね。100%は、まあ、少しできてるかなと思うんですけどね。今仮想通貨は非常に具合がいいかなというふうに思いますので、ただ株式などがちょっとまだ弱い間は、やっぱり冷静にちょっとこう急落することも想定しながらですね、対応していくと非常に負けが減るんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひですね、ちょっとそういうのも検討してみると個人的にはいいかなと思います。まあ、投資は自己責任で、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回 XRP なんですけども、最後にちょっとですね、値動きどんな風になっていくかというのが皆さん知りたいと思いますので、ちょっと考察させていただきたいと思うんですけども、今ですね、そうですね、87円ぐらいがサポートになりそうな風には考えています。それから、まあ、短期的に言うと90円ぐらいでしょうかね。90円、87円でサポートが入る形を想定しておりまして、100円をなんとか目指していきながら120円ぐらいですね。ですので90円から120円ということで、ちょっと予想はしておりますので、ちょっとこの辺でどういうふうに動いていくかなというのを数日しっかりチェックしていきたいと思います。また XRP ですね、久しぶりのちょっとチャート分析になったんですけども、また動き続けるようでしたら連日ちょっとお届けしたいと思いますので、ね、チャンネル登録ね、まだの方はぜひこの機会にしていただいて、これから XRP、それから仮想通貨、しっかりね、投資頑張っていきましょう。ということで、今回もね、XRP のチャート分析最後までご覧になっていただきまして、本当にありがとうございました。